親玉は奥にいる。小型を蹴散らして進むぞ。行くぞ。さて、燃えてきた。よっしゃ、いっちゃいくか。大量砲剣撃。カリューのでっかい。エイジングボルト。当然だな。よいしょっと。がドラゴン、いよいよドラゴンスレイヤーの本領が試されるな。しゃあ、一匹目のドラゴン燃えてきた。いつもの調子でやればいいか。なんだ貴様は。俺は夏、今からお前を食う。我を食う。お先よって。俺に任せろ。よし、いいぞ。エイジングボルト。いかなる力を持ってしてドラゴンには勝てない。いい加減にせよ、クズ。エイジングボルト。ドラゴンの炎を浴びるがよい。行くぞ。よし、上がれ。大龍の炎。行くぞ。まさしく炎竜王イグニール小僧
前は一体イグニールとどんな関係だ。イグニール、お前イグニールを知ってるのか。我が友にして炎竜の王。そっか、イグニールは俺の父ちゃんだ。イグニール、そういうことか。イグニールの子よ、お前の目的は何だ。ドラゴンを呼び出してめちゃくちゃにした奴がいる。俺はそいつを倒す。なるほど、そやつは我らを魔法で操っているようだ。倒せばこの魔法も解けるかもしれん。力を貸そう。いいのか。我が友のことあらば拒む理由がない。